ジャック・ニコルソンは、アメリカ合衆国の俳優、プロデューサー、映画監督。ジャック・ニコルソンと表記されることもある。デビューから今日に至るまで、計12回のアカデミー賞ノミネート経験と3回の受賞歴を持つ。アカデミー賞に12回のノミネートは、男優としては、最多で、また1960年代、1970年代、1980年代。 1990年代、2000年代と各世代ごとにノミネート経験を持つ俳優の一人でもある。ゴールデングローブ賞も計7回受賞し、1999年に厚労賞を授与され、俳優として多くの俳優に多大なる影響を与えた。1937年4月22日。 アメリカ合衆国ニュージャージー州ネプチューニシティに、イタリア系の工業士ドナルド・フルシを、アイルランド系のショーガール、フランシス・ニコルソンの子として生まれた。父ドナルドがすでに家庭を持っていたため、母フランシスは、私生児として、ニコルソンを生んだ。後に、父ドナルドが親権を主張したり、他にも父親を名乗る人物が現れたりと、複雑な家庭事情の中で生まれた。 またフランシスはまだ16歳の未成年であり、現役のショーガールでもあったことから祖父母によって引き取られた。母方の祖父母は育児を担当しなかった娘を、歳の離れた姉と教え、孫ではなく、晩年の子として育てることを選んだ。彼が、自らの年老いた両親が祖父母で姉と教えられていた、人間が母親だと知ったのは、役者として成功してからのことだった。 1974年にタイム氏がニコルソンの特集を組んだ際の取材で偶然に判明し、ニコルソン本人も記者から教えられて初めて事実を知ったが、その時すでに祖父母と母は亡くなっていた。祖父のジョセフ・ニコルソンは装飾家で、主にニュージャージー州マナスクアンでショーウィンドウのデザインなどを仕事にしていた。祖母名ニコルソンは美容師で、 アマチュア芸術家であった。母方のニコルソン家には、イングランド系、オランダ系、ペンシルバニアドイツ系の血筋もあり、彼をそれらのエスニックグループに含める考えもあるが、本人はアイルランド系アメリカ人としての家系を誇りに、思う様に育てられたと語っている。宗教的には、ニュージャージー州で主流であった、ローマカトリックに属している。 青年期に生まれ故郷を離れて、ニュージャージー州スプリングレークのアパートに移住し、マナスクアン市の高校に入学した。卒業後は役者への道を選び、映画産業の中心地ハリウッドがある、カルフォルニア州ロサンゼルスへと引っ越した。現在、出身校では映画俳優として名を成したニコルソンの名を冠した演劇コンクールを行っており、ニコルソンが 記念行事に顔を見せることもある。ミシェル・フィリップスとハリウッドに来てからは、アクターズ・スタジオで学ぶ傍ら、生活費を捻出するために、メトロゴールドウィン・メイヤー社のアニメーション部門で働いた。当初は、ゴーファーとして入社したが、トムとジェリーで知られるアニメ監督のウィリアム・ハンナと、ジョセフ・バーベラから芸術的才能を評価され、正式な社員として、 アニメ制作に加わるように推薦されている。しかしニコルソンは役者としての夢を優先して辞退した。1958年、クライベイビーキラーで映画俳優としてデビューし、これが低予算映画の王として知られる映画監督、ロジャー・コーマンの目に留まって、当時の若手俳優や制作者が多数在籍していたアメリカン・インターナショナル・ピクチャーズ社の映画に、 出演する様になった。ニコルソンはアカデミー賞を受賞した後もトーマンの低予算映画で若手時代を過ごした日々を懐かしく語っている。また俳優業だけでなく制作側にも興味を持ち西部劇映画の撮影スタッフとしても働いていた。脚本家としても活動しており、初めて来日した時も頼まれていた映画の脚本を書きながらの船旅であったという。 役者としては、下積みの時代を長く過ごしたが、ロジャーの映画で共演していたデニス・ホッパー、ピーター・フォンダから誘われ、イージー・ライダーに出演したことが転機となった。同作では、アルコール中毒の弁護士である、ハンソン役を演じ、本来は別の役者が担当する予定であった。この役で、アカデミー助演団優勝にノミネートされ、一役その名を知られるところとなった。 翌年公開の 5Easy Pieces では主演を務めて、今度はアカデミー主演団優勝にノミネートされ、以降もさらば冬のカもメでカンヌ国際映画祭団優勝をチャイナタウンでゴールデングローブ賞主演団優勝を受賞するなど、アメリカンニューシネマを代表する役者に成長した。そして Easy Rider から6年後となる1975年に、 格好の巣の上で、レアカデミー主演団優勝を受賞し、オスカー俳優の仲間入りを果たした。チャイニーズシアターに刻まれた、ニコルソンのサインと、手形一度目のアカデミー賞を得た後も、数多くの名演を見せ、1980年の、ホラー映画、シャイニングで演じたジャック・トランス役は、アカデミーなどの賞レースには絡まなかったものの、その狂気的な演技は現在でも彼を想起させる。 作品の一つに数えられている。その翌年には、親友のオーレン・ベーティが監督と主演を務めた、レッズに出演して、再びアカデミー賞にノミネートされると、1983年の愛と追憶の日々で、助演団優勝を、受賞、二度目のアカデミー賞を獲得した。この間、ゴーイングサウスで監督として、 再び映画を制作する側に挑戦しているほか、ミズーリブレイクで、プライベートの友人であった、マーロン・ブランドとの共演を果たしている。1985年には、当時の恋人であったアンジェリカ・ヒューストンと、女と男の名誉で共演し、カップル共に、アカデミー賞にノミネートされ、恋人が、助演女優賞に輝いた。1989年には、 バットマンで2代目のジョーカー役として出演した。会長バットマンのシーザー・ロメロ以来の映像家となったジョーカーを驚楽的な愉快犯として演じ、当時はミスキャストと言われた主演のマイケル・キートンと共に新たなバットマンシリーズのヒットに貢献した。低予算であったことから出演料は工業収入に応じて支払うという契約が結ばれたが、 その興行収入が4億ドルを超える映画の大ヒットにより、結果的に6000万ドルとも言われる巨額の報酬が支払われることになった。彼とシーザー・ロメロ、そして2008年のダークナイトでジョーカーを演じたヒースレジャーラと合わせて3人のジョーカーと呼ばれる。1990年代に入ってからもアカデミー賞候補の常連組であり続けた。 軍事法廷を舞台にしたアフューグッドメンでは、剛眼不尊な軍公館、ジェセップ大佐役を演じ、8回目のアカデミーノミネートを受けた。作中で追い詰められた、ジェセップ大佐が、トム・クルーズ扮する、ダニエル中尉の、I want the truth との言葉に、You can't handle the truth と激行する名シーンは、多くの作品でオマージュされている。 1996年制作のマーズ・アタックではバットマンで知り合ったティム・バートンと再び関わった。1997年恋愛小説家で潔癖症の小説家を演じ自身3度目となるアカデミー賞を受賞した。これはアカデミー女演団優勝を3度受賞したウォルター・ブレナンに次いで史上2人目の快挙となった。カンヌ映画祭にて2001年 第23回モスクワ国際映画祭で創設された、スタニスラフスキー賞に演劇における、秀逸な演技力を先行理由に、初代受賞者として選ばれた。2002年の、アバウト・シュミットでは、今までの恐怖や狂気を体現したイメージを覆す、穏やかな老人を演じ、演熟みを増した演技力で、アカデミー賞ノミネートを受けている。続くダイアン・キートンと共演した、 恋愛的霊気でもお威楽の恋に悩むプレイボーイを、NY 式ハッピーセラピーでは陽気なセラピストをそれぞれ演じた。一方でシリアスな演技も健在であり、2006年のアカデミー作品賞を受賞したティパーテッドで冷酷な裏社会のボスを演じ、ゴールデングローブ賞助演団優勝ノミネートを受けた。2007年の最高の人生の見つけ方では末期が患者を演じるにあたって、 入念な役作りに情熱を注ぎ、モーガン・フリーマンとのハートフルな物語で高い評価を受け、工業的にも大成功を収めた。2008年、カリフォルニア州知事で、同じ映画俳優のアーノルド・シュワルツェネッガーは彼を、自らが創設したカリフォルニア伝道博物館の表彰人物に加えると発表した。2010年、旧友であるジェームズ・エル・ブルックスの要請を受けて、 ビル・マーレーの代役として、幸せの始まりは、に出演したが、この映画を最後にニコル・ソンは映画への出演を休止し、事実上の休業状態に入った。ハリウッドの生き地引きとして70歳を超える高齢になっていることから、休業が長期化するについて、健康面の不調を推測する記事が報道された。その中で、記憶障害によりセリフを覚えることが困難になったと。 する記事が掲載され、北米のメディアが大混乱になる事態が発生した。これまでの出演作品の解説や、名ゼリ不明シーン集が、次々と特集される事態に対し、ニコルソン本人が沈黙を破る形で、インタビューに答え、健康面での不調を否定した。同時に、映画界隈に対して、もう情熱がないんだともコメントし、 正式に役者業からの引退を声明した。一方で、ニコルソンを尊敬していることを公言している俳優の、ロバート・ダウニー・ジュニアが引退を撤回させるべく、ガイ・リッチー監督と共に、シャーロック・ホームズの続編出演にオファーを出していると、報道された。2017年2月7日、ドイツ映画、ありがとう、ドニエル・ドマンのリメイク版に出演する予定であるとの、報道があったが、 2018年8月20日にプロジェクトから離脱した。1962年6月17日、25歳の時に女優のサンドラ・ナイトと結婚、長女ジェニファーを授かるが、若手時代の1968年に離婚した。離婚後は、ミシェル・フィリップスやララ・フリン・ボイル、アンジェリカ・ヒューストンなどとの華やかな女性関係で騒がれつつも長年独身を続けていた。 1990年に、モデルのレベッカ・ブロー・サラドとの間に、長男・レイモンドと、ジジョロレインを設けた。結婚はしなかったが、サンドラの時同様に親密に、家族関係を結び、アメリカ映画協会の表彰式にも、レベッカと幼い子供二人を連れて出席した。ジジョロレインにコルソンに関しては、役者の道を選んだこともあってか、現在も公の場に、 親子で姿を見せることがある。公式に認めている子供は、上記の三人だが、後に、ファイブイージーピーセスで共演したスーザン・アンスバックとの間に隠し子騒動が発生した。アンスバックは、自らの息子、ケイレブが、ニコルソンの長男でレーモンドは次男だと主張。最終的にニコルソンが、ケイレブの養育費を負担することで騒動は決着した。 また1981年に、ハニーホルマンという女性との間にもウィニーホルマンという、死生児の娘を設けており、こちらも養育費を負担している。ありがとうございます。